行こうぜ。ちゃんとついたみたいだな。うん、どれどれ。なんだこの不吉な予感は。うわっ、うわっ、あれが火の守護竜なのかよ。お前ら恐れもなくここまで入ってくるとは。燃やし尽くしてやる。やっちゃった。この力は。え、嘘、なんともない。ネックレスが俺たちを守ってくれたってのか。ほう、守護者か。この姿になるのは久しぶりだな。
あんたが火の守護竜か。ああ、俺が火の守護竜イグニスだ。守護石を持った異国の人間か。ここに何の用だ。大変だ、世界の危機なんだ。うん、まあいい、話を聞いてやろう。ネイトラムがカオスに侵食される前に自分を封印して他の守護竜たちに世界の危機を伝えろって頼まれたんだ。そうか、ネイトラム。そういう事情なら俺がお前たちを助けない理由はない。だが今俺はここから出ることができないんだ。え？なんでだ？住処の外に広まっているカオスのせいだ。魔物、動物、精霊、守護竜たちのような純粋な存在であればあるほどカオスに対する抵抗力が弱い。そういえばネイトラムも理性を失ってたな。あ？だとしたらどうして俺たちは何ともないんだ。純粋な存在じゃないからか。そういえばお前たちは、なるほど、そういうことか。だからお前、どういうことだ。その理由はお前たちが共に旅を続けていけばいずれわかるだろう。はあ、説明になってねえぞ。はぐらかしてないで理由を教えてくれ。ダメだ、今のお前たちでは真実を受け入れることはできないだろう。それより住処の外にあるカオスを生み出している原因を見つけて取り除いてくれ。こら、さっきの話の続きをしろよ。俺の助けがいるんじゃないのか。もたもたしてる時間はないと思うが。ち、わかったよ、行けばいいんだろ。え？え？
ぐまま。おお。なんだ？さあ、それじゃあ始めましょう。なんだ？侵入者が。ひの会の邪魔をするなんて。黒い輪の会？命が惜しくないようですね。なら、その命をいただきますよ。バリアが張られてるぞ。規則性武器を使え。
格なバリアが張られてるぞ。規則性武器を使え。その程度の攻撃でカオスシールドが破壊されるはずが。わかったわ。ポールの森のカオスコアを破壊したのもあなたたちね。ああ、ポールの森にあった変な装置なら俺たちがぶっ壊したぜ。一体どうやって。一旦作動すれば物理的な衝撃を無効化するはずなのに。名もなき王国の守護騎士にとっちゃこれくらい朝飯前だぜ。名もなき王国の守護騎士。何それ、そんな話聞いたことがないわね。どうやら今回は引くしかないようね。今日の借りは必ず返してあげる。でもやっぱりタダで引くのは尺よね。そうだ、一緒に遊んでくれるお友達を紹介してあげるわ。グヘおい、来る。